はようございます。今回は隠し任務の、邪悪な教訓の受け方について紹介する動画になっております。で、まず発生条件ですが、その場所に今から向かいます。時間で発生する、祠にお祈りを一定回数、4回5回すると発生します。ちなみに、インつけとかないとわかりにくい。ここ、ちょっと場所見失ったからマジで間違える。しばらくお待ちください。はい、ここですね。ここは、3回お祈りをして、リアルタイムが経過すると、宝箱が出現します。で、これどうやら1日に1回じゃない気がして、もしかしたら1日に1回かもしれません。曖昧な答えで悪いのですが、とりあえずここに祈りを捧げ続ければ発生するということです。で、何度かすると異変が起きて、戦闘が始まります。運命には逆らえません。で、編成変えてきました。とりあえず倒します。みんなは俺が守れ。倒すとかけたノート。ボロボロの紙切れが手に入るので、絶対読みましょう。いろいろ繋がってきます。で、隠し任務、邪悪な教訓が発生します。内容としては、村から宝を掘るだけです。行こうよ。いざ。し。命を捨てに。風の赴くままに。なんとなく、火をつけましたが、ここの宝を掘り起こせばクリアです。で、アチーブメントもゲット。最後20秒ずつくらい、手紙内容を載せておくので、考察したい方はどうぞ。ということで本編としてはここまで。ご視聴ありがとうございました。さようならだー。